続けるで。ほい。ほい。もうちょっと気になったけど、ノスタルジックとかっていうのはこういう雰囲気のことを言うから。ん？うん。うん。間違っても、セミじゃなくてカラスが鳴いてて、夏を感じるねとはならないから。あ、うん。うん、そこは、ちょっと把握しといて。うん。これね。これね。そう、これ、うん。これ。日本の夏、これ。りょ。うん。部長かっけえな。部長すごすぎない？いや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 。左が強打かな。こんな女子大生見たことないよ俺。今時体育会系だってこんなことやらないよね。だいぶ高いとこにあるな。でも急じゃない階段。でもね結構急だよねこういうとこの階段ってね。割と古い建物とかはね、めっちゃ急だよね。うん、ちょ、一体どこで撮影しようって言うんだろう。ほらほら、どうした？情けないな。元気。こんなもんチャラチャラ歩いてないで、パッタとテンポよく行けば疲れないんだよ。見えないか？スカートの中。そうよな。あー！おー！偉いな。主人公偉い。バッチリ見えてしまったな。見えたね。戸惑うね、我々としても。戸惑いよりは喜びが大きいな。そうかい。ほら、こっちこっち。え？部長。中沢家。中沢家。へぇ、ああ。主人公中沢さんじゃなかったよね。ああ、違う。部長中沢さんじゃなかったよね。はるかしか出てないんだけど。はるかしか出てない気がすんな。誰だろう。うん、じゃあ、当てに行くか。これじゃないっぽいけどね。そう。そのとおり。そうだったんですか。うん。手すっぽだったんですけど。まあ、そうよな。なんだ、そうだったの？ちょっとあんたのこと見直しかけたのに。自分の墓参りに付き合わせないもんな。わからないにしろ、完成途中で死んじゃったんだ。まだ成仏できずにいるかもしれないだろ。で、私たちがその後を継いでこの作品を完成させますっていう霊前の報告と、映画撮影が無事終わってくれるようにっていうお参りもついでにしとこうと思ってね。まあ、おう。さすがに。A はちょっと違うね。うん。O も違う気がする。まあまあ、うん。一番俺の心情に近いのは、へえだな。そっか。ありがとう。あんたたちもこういうことって結構大事だから覚えておきなさい。あ、上司いるね。ほら、一応いんのか。ほっとしてないで墓掃除始めるよ。うん、おい。あ、いわくつきだから主演はやりたがらないっていう話だったね。花の名前は一つもわからない。うん。中沢家か、うん、中沢さん覚えておいた方がいいかもな、うん、とりあえずね。礼を弔うったって美月はいい気はしないよな。そうね、今その同じ立場に立ってる元ヒロインの、しかも自殺した人間の墓参りなんて気分がいいわけがない、うん、なんだか全然気にしていないみたい。私の気にしすぎかな。心配にはなるよな。美月大丈夫かな、うん、見てくれは問題ないかもしれないけど、喋りが少し男っぽいんだよな。心配の仕方が違ったわ。映画撮影上の心配だねこれは。うん、メイクさんの子も可愛いな。ね。透明よし、カメラよし。クランクインです。よろしくお願いします。それでは行きます。シーン16、カット5。
よーい。あなたが私を捨てたいことくらい気づいてるわ。そして憎んでいることも、でもそれが無理ってこともあなたは気づいてる。そうでしょ。私は捨てられないわ。あなたが望んだことだもん。あなたが最初に私を受け入れたんだもんね。はーっと、たくま、たくま、どうしたの。たくまのセリフ受けだよ。あ、すいません、うっかり。あんたが演技のまれてどうすんの。みっちゃん最高、才能が開花してるな。嘘でしょ、うん、初めてなんて。佐久間さんの様子がおかしいね。最初からちょっとおかしかったよね。さくま、行くよ。知ってるのかな、みつきちゃん。はい、すいませんでした。まさか部長がわざわざ墓参りするなんて思わなかった。なんか意外っていうか、見かけによらないっていうか。あれ、こんなとこで何してんだろう。ノスタルジックだな。これも紛れもなくノスタルジックだね。みつきどうしたんだ、ぼーっとして。お墓がそんなに珍しい。どこまで記憶喪失かが分かんないよね。一般常識は知ってそうだもんね。そうだね、そうなんだよな。どこまで忘れちゃうのかがね、分かんないからね。まあ、人にもよるのかもしれないけど、記憶喪失。前にこの場所に来たことがあるような気がする。ね、前にここの場所に墓参りに来たことがあるんだ。どれだろう。まあもう最後まで付き合う気持ちには当然なってるので、終わったら探そうかな。未来の約束をしよう。いいんじゃない？赤坂って書いてあるお墓があれば何かわかるかもね。そうしたらなくした記憶のヒントが見つかるかも。まあ、お墓来たことがあるとしたら、自分家のお墓参りとかね。その可能性は高いよね。少なくとも近親者とかね、にはなるでしょうな。でもなんだか怖くて。怖い？なんで？だって記憶が戻るかもしれない。部長、墓の並びどの辺がいいです？この辺の角度だったらどこでもいいよ。はい。あ、ちょうどいいや。そこに赤坂ってのがある。ある。あるんだ。もうここで見つけちゃうんだね。見る。あ、みつきちゃん。もうちょっと待っててね。すぐに準備終わるから。そうじゃなくて、お墓って？え？ああ、偶然だけど同じ名字があったから使おうかなって。どうしたの？ああ、これってもしかしてみつきちゃんの親戚の墓？親戚の人の名前はなんていうの？それが、ちょっとなんだ、どう忘れ、ね、書いてあるんですね、あの、お日に。同じ感じだ。怖いよ。成り変わってる可能性もある。あ、ほら出たろ。そういうことなんだよ。ノスタルジックだな。違う。カラスは何か不吉なことが起こる象徴として使われてるわけだから。今まさにノスタルジックから切り替わろうと。この感じだよね、夏休みね。違う。いいわ。どういうことかね。これは謎だね。お墓のシーンの撮影はその一件以外は何事もなく無事に終わった。美月は普段と変わりない様子で役に臨んでいる。あのお墓は何だったんだろう。そうなるよな。おでんいいね。うまそうだね。撮り終わった後に居酒屋に来るんですよね。なるほどね。で酔いつぶれてゴミ溜めの中にいたのか、主人公。うまそうだな。魚綺麗に食ってんな。
単なる偶然。それにしても美月なんてありふれてはいない名前で、同姓同名なんて偶然としてはできすぎている。まあでもいそうではあるけどね。そこにあの墓に来たことがあるかもっていうのが加わるとさ、そうだね、うん、謎が謎を呼ぶよな。美月も来た気がするって言ってたのに、やっぱり気のせいだって言い張るし、うん、うん、美月は生きてるし、考えすぎなのかな。それにしてもムカつくやつ、佐久間くんもなんかありそうなんだよな、うん、主演男優ってのはわかるけど、それにしたって美月とベタベタしすぎ、席が完全離れている、落としにかかってるなんていうことだ、ね、こっちとら同居してんだからね。美月も美月だよな、あいつに合わせて楽しそうに喋ることなんてないのに。主人公を連れてきた子なのにね。ね、みんな知ってんじゃないのかそれ。思うけどな、主人公がよっぽど舐められてるのか。どうなんだろうな。おい、お待てよ。元気だな。元気だね。なんだよ、声もかけないで一人でとっとと帰っちゃって。これでも一応レディなんだぞ。痴漢にでもあったらどう責任取ってくれんだよ。それは良くないね。うん。こじらせてるな、いじけすぎだな。そうだよね、一緒に帰るべきだよね、うん、普通に。普通にね。ここは反省の意を表して、うん、そうだな、だその通りだ、一緒に帰ろう。なんだ、僕はてっきり佐久間さんと喋ってたからやきもちでも焼いてんのかと思った。これやきもちは表した方がいいの？どうなんだろうね、正直に言うべきだとは思うけどね。あれ、図星？うん、違うよ。違わないんだよな。向きになるところがますます怪しい。あら、なんか蹴ったね。絵にしろ。おい、待てよ、待てったら。嘘、さっきの冗談。ねえ、おい、このまま一人にされると本当にさよわれちゃうぞ。ええ、今のからかったの？どうしたんだ？このパターンは。で、次のキャーだよね、これ多分、うん。なんだよ、そんな演技ばっかり上手くなって。一人で勝手に帰ってこい。これ、ちょっと主人公も主人公だな。あんな電話もあったんだから。そうだよね。うん、普通に考えて。車？うん、車の音だね。また悲鳴なんてあげちゃって。どうせ冗談なんだろう？いや。お前もう、真ん中しかないな、ね。こっちは分かってるから。どうしたんだ？よし。え？はぁ。何やってんだ、お前。うん、そらそうよ。あのバイクのやつか、飛行としたやつじゃない、バイクだし、ね、おっ、おお、当てた、すごいすごいコントロールだな。君英検より野球部に興味ないか。当てんのすごいね、パリバイクも結構スピード乗ってたけどな。危な、少しは落ち着いた、早く帰るべきじゃないか。うん、ありがとう。大丈夫、次怪我は？それは平気。
どうしたの？今のやつ僕に言ってた。なんか言ってたんだ。生きてるわけないって。電話してきたやつかな。生きてるわけない。どういう意味？電話とは別口じゃない？別なんかな。赤坂美月なのかもしれないよね。死んだかもしれ、死んだはずだと思ってる人かもしれない。何かの聞き間違いじゃ。でもなんで生きてるわけないなんて言われるの？なんで私と同姓同名のお墓があるの？私誰？何者？私必要とされてるの？この世に生きてていいの？変よ。やっぱり私変なのよ。それは否定できない。骨ぶった。あんなに取り乱す美月を見たのは初めてだ。でも無理はない。自分の記憶が戻らないままこんな生活を続けてきたのだから。もっと焦ってもいいのに、みんな、いや僕の前ですら何事もないように生活してきた。そこに今日の事件、無理もない。さっきの男、ただの変質者なんだ。それとも美月のことを知ってる人間。男なんかね。男は男じゃない。声も聞いてるんだし。あ、そっか。今までも不思議には思っていたけど、今日は改めて認識した。どうして君は記憶をなくしたんだろう。一体過去に何があったというのだろう。美月、君は一体。謎の女だな。ちょっとサスペンス要素出てきたな。カラスはやっぱ事件の導入に最適だからな。遅れる。おお。昨日のことが何もなかったかのように撮影は続いている。いいなあ、英検。俺ちょっと英検憧れあるわ。ああ、まあ好きそうだね君はね。どの役でもいいな。役者側がいい。裏方役者もやってもいいですよ。お、裏方もやりたい。監督もやりたい。大道具とかやりたいな。でもごめん、俺はちょっと図画工作がしたいが近いかもしれない。もういい絵だね。いつものようにカメラの前でいつものままの表情で美月はファインダーに収まっている。昨日の泣き顔は誰も知らない。やっぱ女の子は女の子で固まってんのかな。部長は優雅だな。これは僕と美月だけの秘密。二人だけの。合田さんか花園さんの。花園か。この二人と佐久間と二村は覚えたよ。だからゴーダーと花村どっちがどっちかわからんが、それ以外のメンツも名字出てんのよね一応ね。そうね、下にね、ちょっと出てたね。誰が誰かはよくわからんが。そうなんだよ。携帯ピッチかな。ピッチっぽいね。これ時代設定的には1990年代後半なのかな。そうじゃない、あのさ、全然関係ないんだけど、あの携帯の上の耳当てる部分あるじゃん。あそこがね、あのクレヨンしんちゃんのねねちゃんに見えてしょうがない。わかるかも。わかるでしょ。穴が目でさ、ほっぺがぷくっとしてて。それ思っちゃったわ。そうだよね。言いたくなったんですよ。よかったよ、同意を得られて。全然聞くけど、そういう話なんで。そっか、思ったか。思った。もしもし、部長。部長か。携帯あるのに二村は家電にかけてくるんだな。確かにね。おかしいよね。学生教えてないんじゃない。ああ、あるかも。もしかして同居してるの。話してない。あ、そういうこと。マジか。
まあそうなんか、そうか、じゃあ単純にこの主人公の知り合いとして紹介しただけなのか、うん、まあ確かに言いづらいかも ね、まあ、ね、明らかにおかしいもん、記憶喪失だったのを家に連れ込んでるんですが、うん、説明も言えないですね、よくよく言えるんですよ意外に怖がりかも、うん、幽霊信じてくれるな。よく電話にノイズが入ったり、ボタンがガタガタ言ったり。部長意外と乙女だな。そういうのダメなんですか。何してるのよ。好きそうだけどな。うん、むしろね、映画のネタになるぐらい言いそうだけどな。うん、今外に出ますから、ちょっと待ってください。どうですか。ああ、良くなったみたい。で、話なんだけど、今日の撮影、タクマ来てなかったでしょ。へえ。確かにいなかったな。事故って腕の骨折ったんだって。あら。どうする。まあ、主演男優なしじゃ撮影は続けられません。平気よ。代役立てればいいんだから。これまさかお鉢が回ってくるか。早くてキャストは別に、いや赤坂さんと佐久間さん2人がほとんどでしょう。どうするんです。いるじゃない、あの2枚目と身長体重が近いのがうちに1人。おー、あー聞こえてんのか。似てんだな、佐久間さんにな、ね、背格好が似てるってことなんだろうね、うん、ラッキー。どうなんだろうね、主人公がどういう気持ちで英検にいるかが分かんないからそう、うん、ね、僕は脚本がやりたいんですとか、うん、カメラがやりたいんですって入ってた場合ラッキーとはならないでしょ。割と透明感ある主人公だからな、うん、今のところ。そうなんだよね。じゃあ、まあ、役者志望ということにしようか、うん、ラッキー。これは願ってもないチャンス。違うな。ああ、うん、もう完全に美月ちゃんに惚れてはいるよね、これ。隠してないな、描写は。これから堂々と美月と一緒にいられる時間が多くなる。ちょっと佐久間さんは気の毒だけど。これ、聞いてんの？聞いてます、聞いてます。まあ、そういう事情なら仕方ないですよね。そうなると、本来の僕の仕事は誰が？ハードだな。バカなこと言ってんの？佐久間の分欠員ができたのよ。そんな余裕あるわけないでしょ。号泣病死とほほ一瞬何かと思ってそうだね演技指導とか私が何とかするわ。あー、それとクライマックスのシーン、私のうちの別荘で撮影することになったから。別荘なんだ。やっぱりお嬢様なのか。明後日に竹芝桟橋集合ね。みつきちゃんにも連絡よろしく、うん、じゃあね。そんな一方的に切られちゃう。やったじゃん、主演男優。見られてる。それにロケにも行けるんでしょ。あ、部長。部長だ。あれ、あれ、部長乗ってそうだもんな、あの車。左ハンドル見られてた。同居してることも。同居がバレたんだろうな。うん、部長と佐久間も何か関係ありそうだけどね。そうだね、こうなってくると。みんな集まったね。それじゃあ出発するよ。敵か味方か分かんないまま部長の別荘は心配だな。まあ荷物は多いでしょうな。ああはならんやろ。英検ですから。別荘どこに。おお、すげえ。船で行くんだね。ね。絶対楽しいもんな。船めっちゃ酔うんだ。
これでっかい船だと揺れなくて酔わなかったりすんのかね。でも俺フェリーでクソ酔ったことあるけどね。でっかい船。そうなの。俺も遊覧船かなんかで死ぬほど吐いたから。そうか。悲しいな。悲しい思い出しかないね。そうなんだよ。船にいい印象がなくて。楽しいけどね、たまに。あら、バー全滅だ。いつも通り、うちの部ってちょっと尋常じゃない飲み方をするもん。これ、よくないね。学校の評判落とすよ。部長もやられてんのかな。部長は全員のした後、一人で飲んでるっていう可能性もあるよね。ブイってなってね、部長が。あれがいなくない？花園さんかい。そう、どっちがどっちか分かんないけど、郷田と花園の片割れが。確かに。真ん中で寝てるのがどっちかじゃない。あーかな、うん、もう一人がいないね。明らかに筋肉があるな、真ん中の。そうそうそう、いやいや下寄りのね、うん、肩幅がね、うん、相変わらずだね。どう気分は？向こうに着いた主演ラインに代理だよ。ここは先輩を立てよう。いいんじゃない。殺してくれ、助けてくれよ。何言ってんの、僕だって初めてやってるって忘れた。そうね、美月ちゃんの第一人称がさ、うん、僕っていう時と私っていう時はどっちなんだろうね、うん、不安定な時私になるんだ。初めての僕ができるんだからできるって。それとも僕が相手にするな。そんなことない。あんまりキューキューしない、なんとかなる。おお、勝ちどきました。部長は起きてる。かわいいですよね。酔っ払ってるとはいえ二村役得すぎんか、あれ。ピシッ。あれ、何怒ってるんです、部長。部長怒ってんのかな。怒ってるのかわかんないね。うん、ちょっとバッドエンドが気になるな。ほんとグッドにたどり着きたいけどな。あとセーブデータが一周したよ。うん、で 15% まだまだこれからだね、うん、もう着いたんだ、うん、すっごい、すげえな。部長家何者、海綺麗だよ。何も見えないだろうな、特に主人公側。あ、名前が出た、翔子ちゃん。素敵なところですね。みつきちゃんも少し休憩に入ったら撮影入るから準備してね。はい。ほら、いつまでもそんなとこで寝てない。厳しいな。助けてやれよ。新人ですからね。どう考えても立ち上がれる荷物の量じゃないんだよな。着いたその日から撮影。おい、荷物ばらさないと先輩たちに揺らされるぞ。今日一日くらい休ませてくれるのかと思ってたのに、やっぱり伝説は生きていたのか。伝説なんだよそれ。そうだよね。我々新人2人は強行日程の映画撮影のため過労で会えなくしよう。前にも死人出てるし、やはりこのシナリオは呪われてるのかも。そして今回は僕たちが犠牲者ってわけ。うん、どうなんだろう。あんまり引き込まれたくないから、映画に話題を変えようにしようかな、うん、そうね、演者になっちゃったわけだもんな。そうそう、諸出さんどうかな、主役の演技とか。主役って美月ちゃんのこと。彼女すごいよね。こうなんていうか、脚本のイメージにぴったりだよね。しかしだ、そんなことより僕が疑問なのは、美月
まあ、それはみんな思うだろうな。君の何なわけ？彼女じゃないし、彼女ではないよね。まあ、でも同居してるとすれば、うん、今おじさん夫婦の家に居候してるわけだから、うん、一番通りやすいのはいとこよね。うん、まあ嘘にはなっちゃう。そうそうそう、嘘で嘘をつくか、一番通りやすい嘘をつくか、うん、おまかすか。まあ嘘じゃないのは一番下かなって感じはするけど、まあお好きなもの。嘘はつかずにいくか。ふん、本当怪しいな。いい顔すんな二村。急に悪役の顔になったな。まあいいや、信じるよ。お、でもさ、面白い子だよね。そうか。なんかこう急に男言葉喋ったり、急にぼーっとしたり、まるで別人になっちゃうみたい。コロコロ変わって一緒にいると楽しいよね。男言葉、僕といるときはいつもそうだけど。結構みんな狙ってるんじゃないかな。脇の二人は部長狙いじゃないのか。ゴーダたちはどうなんだろう。狙ってんのかな、あれは。かしづいてるだけなのか。もしかして二村も。僕は違うよ。僕は他に。あ、部長か。部長かね。誰か狙ってる子いるの。うん、部長じゃない。部長は翔子ちゃん、うん、部長は翔子ちゃん。ああ、そういうこと。部長は、うん。部長が翔子ちゃん狙いなのかと思った。なんでもない。なんでもないよ。なんでも。さあ行こう。先輩たちが待ってるよ。義務としてでも、意思としてでも、僕から湧き出てくる気持ち、それがあなたの喉の奥から生まれてくる。カット！お疲れさん。そんなんでよかった。カットの役やれんだ、二目。オッケー、だいぶ板についてきたよ。撤収、急げ。部長の役じゃないんだ。ね。一番やりたい役ですね、うん、映画撮影でね。あれでしょ、うん、カチンコカーッ。あ、カメラ、カメラか。おい、面談友代理、準備はできてる？もう新人に任せてくれるんだな、ね、カメラを。これさ、あの全然今の話と違うんだけど、うん、君は一応動画で見たわけでしょ、ダブルキャスト。そうですね。ざっくり、じゃあ美月ちゃんがどういう存在なのかとかは覚えてる？まあまあ、あー、ね、俺はそれを楽しみにしておこう、これから。元気に行くか。まあね、うん、大丈夫。こういう時ちょっとやる気ないフリーとかはかっこ悪いから。そう、はい。いい返事だ。やる気だけはあるみたいだね。まだからといって演技とそれとは別だけど。そうですね、女の力は偉大っていうか、男がバカっていうか。ひどい言われようだな。だ、気づいたの、部長の椅子背中にハルカって書いてあったよ。ハルカ、うん、部長ハルカだから、自分の椅子でハルカってローマ字書いてあった。僕は何も君から奪ってはいないって。わお、シナリオなんて何度読んだって同じだよ。それよりそのシーンの流れを掴んでおけば少しセリフが違ったって構わないんだから。まあね、そんなこと十分分かってるけど、演じる側に立つなんて初めてだから、うん、ちょっとパニックってんだ、うん、僕がちゃんとリードしてあげるからさ。お、あとはさすが先輩、その流れでパパッと行こうよ。楽に言うなよ。部長、本人やる気満々です。言ってねえよ。シーン8、カット15、よーい、スタート。あなたは私から肉体と意識を奪っていた。でもそれで全てと思わないで。何も君から奪ってない。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の意識の中に入ってきた。無意識の中であな
なたは私の肉体と意識を奪い取っていったの。でもまだ残されていたのは一つだけ。私は存在。あなたはわざと残していったんでしょ。存在だって手に入れようと思えばできたのに。正直に答えて、なぜ残していったの。僕はいつも正直だよ。僕自身の考える言葉でいつも詰まってんな。違う。無意識の中のあなたの声を聞きたい。ダメだね。あ、ダメだね。負けてるな。何やってんだあいつ。動きやしね。こっちが郷田さんだった。やっと分かったな。ここで背中に手を回して抱き寄せ、そしてセリフ。これセリフもさ、主人公が言っちゃったら佐久間くんの出番全くなくなっちゃわない？そうだよね。後でアフレコとかじゃないんだ、うん、みたいなこと言ってたけどね、部長は。おお、鼻血だ。鼻血出して気失ってます。ダメだね。うぶだな。俺の高校の時の友達がエロ本見て、うん、これちょっと鼻血が出てきたってマジでなった時があって、一生で一番笑ったかもしれない、あの時。俺ね、そのイメージあるけど、興奮したら出るわけでもないんですよ、鼻血はね。なんかね、勉強合宿みたいなので持ち込んだのよ。の悪いやつがね。エロ本を、ね、俺をみんなでこう見てて、ちょっとね、マジかーって言ってすごい笑った覚えがある。タイミングがね。うん、一回区切りますかね。時間的に、はいはい、こんなところかな。